ステップ1メルピチ始まるよ。研究者のあいさです。研究者のこころです。研究者のかです。研究者のかなです。皆様、メルピチから試練があります。試練が3つあるんですけど、この3つを達成というかクリアしたらメルピチレギュラーメンバーに昇格でございます。はい、ミッション2をクリアして、ミッション3にみんなでね、協力していけたということで、はい、ミッション3は宝探し、はい、ということで、まあ、5分間制限時間あるんですけど、みんなで合わせて合計10万円獲得できたら OK です。罰ゲームとかもあるので、その罰ゲームもクリアしてお金ゲットできる、罰ゲームまで全力で頑張っていただきたいなと、はいはい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ここまで来たらここまで来ちゃうので、やるしかない。ワンツークリアしてきたから、うん、残りあと1個なので楽しみながら、そうだね、そうだね、うんうん、はい、頑張ります。レッツゴー。宝探し、はい、よーい、スタート。ドーン。じゃあ、ドーン。ここにね、ちょっと見つけたんですよ。出していきます。あ、1万円、1万円ゲットしました。結構改ざんで見つけた。罰ゲーム、また髪が、いや、私罰ゲームめっちゃ多いんだけど。え、また髪だ。へえ、10連発10回くらい多くないですか。これだ、いきます。やばい、待って、私ちょっと運良すぎる、私ちょっと運良すぎる、やばい。で、今のところで高価なお金しか出てないんですよ。1万1000円えぇ、ー、高額、はい、もう1回ね、あ、これだ、1000円あ、また罰ゲーム、恥ずかしい過去を罰ゲーム。10秒間クッキー椅子。アイスだ。トマトプリン。え、めっちゃ合います。マクロと顔、あと尻文字と、うん、超ぶりっこ自撮りをする。はぁ、あ、最悪。え、待って、これってさ、え、これって、これってそうですか。え、これそうなのって、やばくない、やばくない、やばくない。え、これってどうやって開けるの。入ってますか、これ。ないよ、入ってなくね。これ私のね、ココちゃん取ってた。あ、ひもー。やられちった。あ、もう落ちない。時間切れ、時間切れ、やばい。もう戻っ、宝探し終わりました。ね、今個人で数えた分はみんな自分に分かってるんですけど、合計は分かってないので、自信がある方から、はい、38,600円。罰ゲームは OK、 ないです。いいよ、全部お金でしたよ、めっちゃいい。次、はい、8万円、8万円。
事故が公開、と10秒間クッキー数、きつそう、と超ぶりっ子で自撮りを、おー、はい、罰ゲームですね、はい、次、はい、と23,100円、腹筋10回と変顔10連発、おー、はい、次、はい、じゃ53,100円、なんか2万円が出てきて、すげー、すごい、ありがとう、たりでも、変顔ゲームがズコが公開と尻文字とファントマイムと恥ずかしい顔を描くということで、合計で15万、おこの肌の、はい、
ちゃんのお分。レオ3年3月メルプチ、はい、おめでとう。ありがとうございます。表彰状ほのかなも以下の分。レオ3年3月メルプチ、おめでとうございます。なんか最初の方とか YouTube 全然わかんなくて、しゃべりもうまくいかなかったんですけど、既存の方たちとかスタッフさんとかメンバーと一緒にここまで来れてすごい嬉しいです。これからも金の数頑張っていきます。よろしくお願いします。頑張って。本当に私も最初の時とか全然わかんなくて、みんなに助けられた部分もあるので、また新メンバーの子たちもこれから入ってくるので、見本になれるように頑張ったり、これからも自分が成長できるようにこれからも頑張ります。頑張ってください、はい、最初の頃は全然全くできなくて、これ続けられるのかなって思ったんですけど、すごいね、楽しいこともあったり辛いこともあったけど、今まで楽しくできたので、これからも新メンバーの子たちが入ってくるので、お手本になれるように頑張っていきたいです。よろしくお願いします。先輩たちに支えられてここまで来れたのも、とメンバーとかに支えられてここまで来れたので、これから入る子たちに先輩みたいな見本になれるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にみんなね、一人ずつめちゃめちゃいいところあって、アリサちゃんはすごいなんかお姉さんっぽいキャラで、みんなを引っ張って自ら進行したりしててすごい偉いなって思いますね。ココロちゃんはなんかやる気とかがすごいあるなと思って、その大食いとかも、まあ、粘り強いのがすごい良さだと思うので、これからも生かしてほしいなと思います。ありがとうございます。ココロちゃんはなんかムードメーカーみたいな、研究者の中でもメルプチの大事しても、ムードメーカーみたいなキャラクターだと思うので、まあ、最年少としてもすごい可愛らしさとかすごいあるので、これからも生かしてください。ありがとうございます。可愛い。で、ほのかちゃんはなんかちょっと天然のキャラクターで、その見てて面白い動画を作るので、なんかリアクションとかもすごいいいなって思いますので、これからも頑張ってください。ありがとうございます。頑張って。ありがとうございます。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。